ハイゼンベルクの不確定性原理とは量子力学に端を発しポップカルチャーにまで浸透した思想の一つですそれによると物質の正確な位置と正確な速度を同時に知ることは不可能でありまたあらゆることの比喩として文芸評論やスポーツのコメントにも使われていますこの不確定性は通常測定によってもたらされたとされ物質の位置を測定すると速度を変えてしまうその逆もしかりです本当の起源はもっと深淵であり 驚くべきものです不確定性原理はこの世のあらゆるものが同時に粒子としても波としても振る舞うがゆえに存在します量子力学においては正確な位置と物質の正確な速度というものには意味がありませんこれを理解するには粒子や波のように振る舞うという意味を考えてみる必要があります粒子はある瞬間に1箇所に存在するものだと定義されます これは特定の場所で物質が見つかる確率を表すスパイク状のグラフで表すことができるためある位置で見つかる確率は100%残りの場所ではゼロとなります一方波は湖面の波紋のように空間に広がっているのです人は波のパターンをはっきりと捉えることはできますが最も大切なのはその波長でありこれは隣接する2つの山の間の距離または2つの谷間の距離でもあります しかし一つの場所に特定することはでさまざまな別の場所にも確率的に存在します波長は量子力学には欠かすことができないものです実は物質の波長はその運動量に関係がありこれは質量×速度で表せますですから速く動く物質は運動量が大きくこれは波長が短いことを意味しますまた重いものは動きが遅くとも運動量が大きいのですこれも波長が短いことを意味します そのため身の回りの物質が持つ波の特性には気づくことがないのです例えばボールを空中に放り投げるとその波長は1兆分の1兆分のそのまた10億分の1メートルとなりこれだけ短いと検知することはできませんしかし原子や電子といった小さな物質は物理実験で観測できる波長を持っていますつまり純粋な波があればその波長を測定することができますすなわち運動量はわかるものの位置は確定しません 粒子の位置についてはよくわかりますが波長を持たないためその運動量は不明とされます位置と運動量の両方を持つ粒子を得るには2つの図を合わせてやりごく狭いエリアに波があるグラフを作成する必要がありますどうすればいいのでしょうかそれは異なる波長を持つ波を組み合わせることでこれは量子的物体に異なる運動量を持つ可能性を与えることを意味します2つの波を足し合わせると山が並んで大きな波を作り出す場所があることに気づきます また山が谷を埋めてしまう場所もありますその結果波がある場所と全くないところに分けることができます3つ目の波を加えると波を打ち消す範囲が広くなり4つ目で波を打ち消す範囲は広がり波の範囲の間隔が狭くなります このように波を加え続けていくとある狭い範囲にはっきりとした波長の波速を作ることができますこれこそ波と粒子の性質を持つ量子的な物体ですしかしこれを行うと位置と運動量の双方の確実性が失われてしまいますこの位置を一点に限定することはできませんただ波速の中心付近のある範囲にそれを見いだせる確率が高いことを示しているだけですなお複数の波を足していくことで波速を作った場合そのうちのどの単一の波についても対応する運動量があってある確あ 確率で見出されますさあこれで位置と運動量双方が不確定となりこれらの不確定性が結びつきました位置の不確定性を減少させたいと思えば波をさらに加えて波速をさらに小さくする必要がありますがそうすると運動の不確定さが増します運動量の精度を高めようとすると波速が大きくなってしまい今度は位置が確定しなくなるのですこれがハイゼンベルクの不確定性原理です1927年に ドイツの物理学者 W. ハイゼンベルクが提唱しました。粒子と波の特性が結びついた結果なので避けることはできません。不確定性原理は測定の限界を示すだけではありません。物質が持ちうる特性の限界であり、これは宇宙の基本的な仕組みに組み込まれているのです。このビデオで気の遠くなるような量子力学の世界に飛び込み、 その分野の最も有名な思考実験の一つを解くことができるかどうかを確認しましょう。<music>